こう。はい。触られるのが痛いみたいで、結構怒ってくるんですよ。痛いんだよねとか思って。色はその海の色はもしかしたら薄くなってきているのかなと思うところもあるんですけど、やっぱ抑えたらやっぱりブジューンって出てきますし、お話しください。さてちょっと洗浄をしますが、手術するのに今度しんどくなると思うんですよ。そうですね。なんかすごい悲しくなってきて、家でもみんな。まだあるとしっかりこう。こっちの足をちょっと曲げても。伸ばすね。曲げても。はい。してるから嫌だよね。ね、最初出ただけで、ね、でもまたこれ家で例えば今日のやって夕方とかまた出ます、出ますね、同じなのか、出てます。多分いない日中なんか舐めてるかもしれないですね。そう、舐めててカメラとかでも見てるんですけど、私たち、外から、はいはい、やっぱりこうよく下舐めてるから舐めてる。スーパーライザーを用意して、こっち向きにしてこうやってちょっと60ですか、逆100で、特にここと、はい、逆の周りを2秒ぐらいずつ出してあげて、はい、そうですか。で、流動色はちょっと
昨日は 何グラムでしたか？ 5 グラムしてましたね、昨日も、はい、お腹が空いてる分、やっぱ食べがいいですよね、なんとなく。あ、そうですか。自分で食べきれないんで、今なんかうちもちっちゃくなってて、前は大きいのが出てたのに、ちっちゃいのがコロ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 。今日でも今日さ、いつも夜から朝にかけてペレット6食べてんのが3だからさ、ね、昼間にやれたら1回やっといた方がいいね。そうですね。ここは夜でしょ。はい、夜です。もう1個お願いします。はい、だよね。1回ちょっと やっといてください、はい、4か5ぐらいで、それで、あの夜どうするか、はい、でさ、一番そう積極的な方法は芸らしいですね。うん、です。だって、正直体力があるうちにっていう気もするんですよね。まあ、確かにおっしゃる通りなんですね。やるんだら本当に。たださ、これやってみるとさ、私もね、分かんないんですよ、どうなってるのか。だから、まあ普通にあれば、あのその、海が溜まってるところが子宮であれば子宮と、まあ卵巣も取っちゃって、卵巣と子宮、まあこっちの、あの上の方は卵巣のところで切って、子宮があってこう子宮頸管のところです、結紮して取ると、開ければわかります。で、吸入の準備してください。なんか弱ってるし、弱ってると元気がなくなってきてるから、痛いんだなと思って。ちょっと今がそこだと思うんですよ、体力的に。だからこれがから上がるといいんですけど、いいすね、下がってくると原因があるからさ、うん、難しいんですよ、今判断は。いや、もしね、うん、リスクはあるけど手術するって言うんだったら、もうそんな培養なんて待ってられないからさ、この週明け手術してもいいですよ、やるんだったら今日の土曜日、日曜日だね、日曜日の午後でやるでしょ。培養待ってやってるとちょっとどうなんだろうなと思うんですよ、実際のところ。まあ確かにね、それで使える薬が出てくるかどうかわかんないもんね。1日少しずつね落ちてる、ですよね。だから早めにちょっと本当にもう体重がね、ここでちょっと上がってますけど、ここって食べさせた後の体重なんで、少しリンゴとか食べさせた後の体重なんですね。培養を例えばしても、そのお薬が結果が出る1週間の間に悪くなっちゃうんじゃないかっていう、やっぱ不安もありますし、日に日にやっぱ弱ってるから。Thank you.
してる。うん、そう思う、そうしてる。ここに行っちゃうし。わかりました。じゃあね、ちょっと今日はやれないんで明日やりましょうか。準備しておきます、はい、で、あの今日は栄養補助じゃもう昼に1回と夜に1回でやっておいてください。はい、わかりました、はい、食べっぷりによってね、はい、昼に1回だと昼間の食べが少なくなっちゃうかもしれないけど。そうですね、まあ、それしょうがないですね。食べないよりは与えてた方が、与えてた方がいいんで。で、まあ、あの、もう手術の方はもう任せてください。はい、わかりました。慎重にやりますんで、はい、お任せしますよ、もう。四角、はい、はい、あ、こんにちは。私が寝てたらね、怒ってくるんですよ。そうなの、うん、すごい怒って、打ち飛ばすか、髪の毛噛んでくるか。うん、ね、はい、もらいます。あ、もらいます、もらいます、うん、あ、いいですよ、そうした、うん、はい、じゃあ、顔を、はい、貸してください。ですよね、川君、それ、今回は。そうね、直してあげないと。はい、じゃあ、袋に入れて、吸入します。